よし、やっていこう。これはさ、思ったんだけど、このベースキャンプをね、ベースキャンプからいろんなとこ行くっていうので、いいんかな。メインメニュー。マップが見れないぞ。え？声が聞こえる。なんで松明があるんだ。抜け道かも。なんなの。怖っ。まるではしごに捕まる。なんか若干ホラーっぽいな。不気味な感じがあるわ。オッケー。なんか書いてある。いや、書いてあるじゃなくて数字の5で区切ってあるな。死人の数か。何なのここ、まともじゃない。燃やせる。あ、なんかあるぞ。経験値か。何か道具がないと無理ね。開けるには特別な道具が必要。この能面は憎しみに満ちた女の顔を鬼として表したものね。怖っ。こんなんも手に入るの。レリック、面白。なにこれ。ノーワンリーブス。あ、え、これ絶対ウジ湧いとるやろ。ハエが湧いとるっていうことは。ちょっと待って、充電器。このガチイモクオリティね、本当に。しっかり充電しとかんかい。オッケー。四角を連打することでこじ開けます。なるほど。松明なくなったんだけど、どうしよう。火をつけれるか。オッケー。よし。ていうか普通に日本語じゃん、よく聞いてみたら。やっぱり邪馬台国に関係あるのか。下か丸長押しで松明を消す。焚き火の煙を目印にして。あ、仲間に会えたのか。やっと。
よかった。サム。サム。無事でよかった。じゃあ。この人は味方だよ。驚かせてすまない。この島では警戒するこの人は味方だよって最初に言うこと自体がおかしくないか。もうすぐここへ来る。見て、どういうことだ。手当てしてもらったの。お粗末で申し訳ない。ああ名乗りもせず失礼。マサイアスだ。本業は教師でね。正直こういうことはあまり慣れてないんだ。ララ、疲れてるでしょ。座ったら。今サムが太陽の女王の話をしてくれてね。そう、卑弥呼。もっと聞かせてくれ。興味深い。卑弥呼っていうのはね、今から何千年も前日本に君臨した女王様の名前なの。ほんとその話好きよね。卑弥呼は美人で謎に満ちてて、しかも冷酷で権力を持ってた。呪いの力だって持ってたって言われてるんだから。それはちょっと怪しいと思うけど。まあ神話には事実が反映されるものだ。戦では嵐の先盛りと呼ばれる戦士たちを指揮したと言われてる。彼らはまさに風のように戦場に赴き、敵をなぎ倒した。太陽は卑弥呼の命令で毎朝昇り、日の光に照らされるものは皆卑弥呼が支配した。山も海も山の向こうも。その後はどうなった？マサイアス？サム？サム？何？え？こういう痛い系やめてくれよ、マジで。てか、お腹の治療してないやん。なに、来んの？なになに、右？左？左、あっ、ほら、左から音がするな。右、左、ほら、これ狼や。え、狼か。ほら、よし、こっち、あ、どけて。ありがとう。無事でよかったよ。会えてよかった。サムも一緒。いないのか。ここにいたの、マサイアスっていう人も。でも私眠っちゃって、気づいたら二人ともいなくて。たく若い娘がフラフラと。探さなきゃ。ロスはどうする。じゃあ二手に分かれよう。一人はララとロスのところへ向かって、他のみんなは手分けしてサムを探すよ。じゃあ俺がララと。いや、ここは私が。あんた銃は使えんの。久しぶりだが、すぐ勘を取り戻す。先に行ってて、俺たちはサムとその男を探してくる。オッケー。大丈夫。この博士大丈夫か。でもちょっと休んだ方がいいかも。頼りないぞ。君はここにいたまえ。私は様子を見てくる。分かった。え？一緒におるや。なんかみんな不審な動きすぎやろ。
から。で、ここでスキルとか使うっていうことか。オッケーオッケー。これはなんだ。あ、なんかあるぞ。自分のご先祖様が暮らした土地を探す調査に参加できるなんてすごくない？ララには何年も前に卑弥呼の話をしたけど、ララってばそれからずっと邪馬台国を探し続けてた。私はただの神話だと思って深く考えもしなかったのに、おばあちゃんはよく卑弥呼の話を聞かせてくれた。うん、今から何千年も昔、卑弥呼は邪馬台国を治めてた。太陽は卑弥呼の命令に応じて昇り、卑弥呼は日の光が照らすものすべてを支配した。山や海はもちろん、その向こうに広がる世界まで。なのに邪馬台国はある日突然姿を消して、やがて忘れ去られてしまった。ああ、なるほどね。何この三角。タックル、タックルがあるぞ。ちょっとこれ燃やせるんだ。松明ないか。あ、ここにある。ちょっと燃やしてみよう。あ、マップ見れるね。結構離れた場所にあるぞ。ちょっと待って。めっちゃ広いんやけど。こっからどんな冒険になるんだ。はこれは大丈夫か。サルベージ、サルベージを集めるとベースキャンプで装備をアップグレードできる。これが作業台みたいになってんのかな。あ、じゃなくて普通にこの焚き火か。あ、まだ使えないんだ、サルベージ。待って、見よう。もう一回見たい。こっちで合ってるな。ここに行けってことやろ。沿岸の森。ふぅ。おい。嫌な予感がする。おっさん、静かにしろ。これもう矢が3本しかないよ。あ、おお、危ない。ちょっと待って、なんかある。なんかキイチゴみたいな。やばい、ワンコール。 L と丸を同時に押すと敵の攻撃を回避します。こうか、なるほどな。やばい、逃げろ。実に素晴らしい。これ見覚えがある。きっと儀式か何かで。この女性の絵は特に興味深いものだ。描かれたのは最近見た。島の住民だな。船の残骸があるからきっと彼らも遭難して流れ着いたんだ。じゃあ、ああならないように気をつけなきゃ。そっちを見てくれないか。ハンドルが取れてる。くそ。それめっちゃ万能やん。ダメ、折れちゃう。もっと頑丈な道具じゃないと回せない。何か使えるものがあるだろう。素晴らしい。サルベージを集めて斧を強化しろ。了解。なんかあるな。待ってくれ。サインをする前によく考えてくれ。確かに私は今回の調査に貯金を全額つぎ込んだ。でもそれは10倍になって戻ってくるんだ。今別れたら君には一銭も入らないんだぞ。無名の頃からの付き合いだから、私が口だけの人間じゃないことは分かってるだろう。なんてことはない。今はたまたま低迷してるだけなんだ。その証拠にいいネタを見つけた。ララ覚えてるかい。私が面倒見てる若手の一人だ。
大胆な仮説を立て、それを裏付けるデータも持っているが、いかんせん私ほどの才覚には欠ける。今回の調査で何か発見があれば、それは私の手柄になるし、テレビに映るのも私の顔だ。万事うまく運んだ暁には番組の視聴率はうなぎ登りだぞ。おい、そうなってもまだ別れたいというなら、その時は好きにしてくれていい。でも今は勘弁してくれ。離婚だなんてイメージダウンも甚だしい。頼む、お願いだ。このホイットマン、ホイットマンやばいな。おい、このおやっさんがホイットマンなのか。アマテラスか、可能性はありうる。じゃサルベージを集めよう。これか、あるね。よし、もっと探そう。あった。来ないで。何？あ！何こいつ。おい、危ない、助けてくれ。ちょ待って、武器ないんだけど。いやー、あ、さっきのここに、あ、弓発見。ほら、危ねえ。あのおっさん銃持っとんのに助けてくれんやん。何あいつ。ちょっとこれ開くんじゃない。おら、キャンプで斧を強化してください。了解。ダメか、矢があるぞ。ふぅ、このゲームほんとすごいな。また来た。ほら、ちょ待って、ミスった。ふぅ、回避ボタン覚えとかんと。倒した？オッケー。ふぅ、うわぁ、狼がめっちゃ湧いてくんな。サルベージ発見。これで足りる。なんかあるぞ。なんだこれは。ん？待って、うわ、よし、よし、オッケー。ふぅ、こいつら倒しとかんと厄介だ。ララは自信を失いかけてる。だからなるべく明るく振る舞わなきゃ。でも今回の調査はなんだか不安で、胸騒ぎっていうのかな。ドラゴントライアングルに近づくにつれてだんだん気分が悪くなってくるみたいで、冒険が楽しみでワクワクする感じとは違うんだよね。はぁ、もう私どうしちゃったの。最高の冒険になるはずなのに。とにかく気分転換しなきゃ。ララを誘って一杯やるかな。いやー、深い。近辺にシークレットトゥーム、なんだこれ。こういうとこ行きたくなるんだよね。行っていいのかな。ちょっと行ってみる。矢がある。これね、あ、ランタンがないとダメなんだ。ん？ちょっと待って、ランタンを撃つとって書いてあったか。よいしょ。斧強化しろって言われたのにこっち来ちゃったよ。まあいっか、これが冒険だよ。ある冒険者の墓場。
いや、これはダメな気がする。やっぱりやめとこう。斧強化するわ。今回は斧強化して終わりにしましょう。で、次回あのおっさんのねとこ行って扉開けよう。この寄り道はすごい長くなりそうだ。だからやめとこう。しかもここ走れんのかーい。二つの様式融合だ。何言ってんだあのおやさん。よし、これで足りる。よし、足りるか。オッケー。ふう。で、これね、斧強化。強化されたみたいな。よし、っていうとこで一旦終わりたいと思います。次回お楽しみに。ガチオツ。